はい、みなさん、こんにちは、歴戦セ二講師の森山です。今回はですね、こちら。合比を分ける要点、盲点、論点。総整理二千十九。暗記の力技百プラス二十五講座。ちょっと長いタイトルですが、こちらの講座のですね。説明をしていきたいというふうに思います。もう直前期になります。この直前期と言ったならば、皆さんがやるべきことは二つだけです。一つは知識を頭に詰め込むこと。もう一つは。 あその力を出せるように予行練習をすることえこの予行練習というのがいわゆる当練や模擬テストとということになりますえもちろん、えー、当練の中では、えー、頭にですね、えー、知識を詰め込むという要素もありますがあ一般的には当練やあ模擬テストでもって、えー、そのあ つけた知識を出し切る練習時間内に得点できる練習をしていく必要がありますですから卓一からやった方がいいのか期日からやった方がいいのかあるいは期日をやるにしてもですね卓一をやるにしてもどのようなテクニックがあれば時間を縮めることができるのか確実に力を出し切ることができるのかそのようなシミュレーションをやることが大事ですからこの直前期にはレックでも実施するようなトーレーンや模擬テストこれを受講することが非常に有効になります。でもう一つは 知識をきちんとつけていくことつまり、小学者の方でも中上級者の方でも基本的なインプット講座は終了している時期になりますからそれを終わりにして今まで身につけたはずのことを頭に確実に詰め込むと おいう作業が必要になります、えー、ですからあテキストやあ過去問、えー、今までやってきましたね、えー、これを、えー、さらにこう正確なものにするために繰り返し、えー、触れていくということが重要になります、えー、過去問なんかに関しては年度別に解くことも非常に、えー、この直前期には有効になりますそれからテキストも、えー、これから繰り返し繰り返し勉強していってこれから頭に入れていくことが必要になりますこっからが勝負ですからね この記憶ということに念頭を置いていく必要がありますで、今までは理解というものも勉強の中ではかなり比重がありました理解をして記憶を押していくこれがもちろんですね勉強の王道だよなんて話がずっとあったかと思うんですが直前期は記憶暗記これが主になりますなんなら分かってないけど覚えてしまえばいいということになるわけですよですからこの記憶というものをしっかりしていく時期になります で、で、テキストなんかも繰り返してくださいねで。当日は頭の中の知識を出さなければいけないわけですから頭の中にとにかく入っていなければいけないですからあテキストを見ればわかるんだけどってことではなくてテキストから卒業するテキストを閉じても言えるぐらいにとにかく繰り返して思い出せるようにしておいてくださいね。 で今回は、えー、講座の説明ということであの司法書士、えー、試験暗記の力技100、えー、こちらのですね、えー、まあ、私が書いた本があるんですがあこちらをテキストとして、えー、まあ、講座を展開を直前期の講座としてやっていきたいと思いますで今、えー、直前期にはですね力を出す練習と暗記があると言いましたがそちらの暗記の方の話になっていきます。し、え、し、ー、しっかり記憶をてていこううとでですねでどうしても 覚えにくい知識だったり、えー、なんかこう勘違いしてしまったりなかなか覚えられない知識というのはあると思いますがそれをいろんな技を使って一網打尽にしていこうといったあ書籍の方になっています。 ですから下の方にまずゴロワわせだとか書いてありますし横断整理ですねこの横断整理というのも今までこう縦で勉強していたものに横軸を付け加えることによってまさに横糸が張り巡らされてかなり強い知識ができるようになりますそれから数字ですねこの数字なんかも、えー、頭に入ってるでしょうか数字を入れ替えるだけで簡単に誤りの選択肢が作れますからこの数字もしっかり覚えておく必要があるわけですよ。例えば皆さん あの数字なんですが、えー、例えば不動産登記で登記事項証明書を添付しなければいけない提供しなければいけない場面で3ヶ月以内の登記事項証明書のほかに1ヶ月以内の登記事項証明書作成、えー、1ヶ月以内のもの、えー、をつけなければいけない場合もあります。どのような場合かかかりますか でで、えー、いうことですよねで本試験なんかではこの×の選択肢を作ってきますがその×の選択肢が本質的な誤りというよりは本当に数字を1個入れ替えただけなんてことも結構あるわけです。で、えー、過去問でもありましたね、えー、3ヶ月1ヶ月ということで、えーまあ、欠席のです、ね、時に、えーまあ、日数変えていくのがありま,す、えー、ありましたですからそのような数字を入れ替えるという時にこの数字をしっかり覚えると。 でそれから混同しやすい知識を覚えなければいけない最後、法律によって結論が変わるものなんかも押さえていかなければいけない例えば留置権にしても民法上の留置権のほかに障子留置権それから代理証なんかの留置権運送取扱いにの留置権全部区別がつくでしょうか県連性があるかどうか債務者のものでなければいけないかどうかそういうものを正確に押さえていなければやはり点数取れないわけですよ。本試験というのは まあ間違い探しみたいなもんです。えー、本試験のですね問題文というのはあの雑誌の絵の間違いです。間違いの絵が正しい絵の横にあってどこが間違ってるでしょうというのが雑誌の裏にある間違い探しですが、正しい絵を頭の中に入れていかなければいけないわけですね。だから正確な知識が頭にあってその絵と 間違いの絵を突き合わせることでここが間違いだなというふうにわかるわけです。とにかく正確に記憶していくということをしなければいけない。そこでこのようなことをですねできるようにした本がこちらの司法書士兼暗記の力業100といったテキストになっております。こちらののは昨年のですね まあ、売り上げなんかでも司法書士、まあ、他社も含めてですよすべ、えー、ての出版社を含めたあ司法書士の売り上げでベスト10に入っているような、えー、ものですから多くの方が使ってくれておりますですからこちらを使って、えー、記憶の方をしっかりしていただければいいんですが今回は、えー、この書,書籍を使ってですね講座の方もやっていきます、えー、直前期の講座ですから本当にもう得点に直結できるようなあそのような講義をしていきます。えー、ここのの本に書いいてててあるこのようなな力技を使っくくだけではなくて、えー知識の の整理をしたりだとかあそれからこの本に書いてないようなテクニックも記憶の力技もあえて触れてみたりだとかあるいはこの本に書いてあることも深掘りをしたりだとかあそのようなことで3時間思想整理になるような講義をしていきますでこの講義によってですね直前期の記憶といったものを正確にして自信持って本試験に臨めるようにしていただきたいと思っております でこちらの講座は通信の方で受講できます3時間の講座1回きりの講座ではありますからぜひご利用いただいて、えー、正確な知識これを本試験会場に持っていけるその訓練というものを一緒にしていきたいというふうに思います、えー、記憶の力技を使って総整、えー、理こちらの方一緒にしていきましょう皆さんの合格の力になれるように一生懸命講義をしていきたいと思います